はい、時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師中間君宏と戦わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いします。この番組はですね、日曜日の憂鬱を明日への希望へ変える番組です。最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、797@fmginowan.com までお願いします。 YouTube でも、同時に視聴配信をしています。 FM ギノワンから入っていただいて日曜日の憂鬱を検索していただけると、ご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はちょうど、終盤にかかってきて、そうですね、お盆も明けて皆さんそろそろ普通のお仕事に入り始めた週末っていうところですか。そうですね、もうそんな、はい、残暑が残りますが残暑が残りますが、皆さん元気にやっていきましょう。今日はちょっと夏休みということもね、お子様たち夏休みということもあるので、ちょっと今回は、はい、パーソナリティもお酒飲みながらやろうかなって思ってますので、リスナーの皆さんもぜひお酒を持ってきて聞いていただければと思います。ということで、乾杯。はい、乾杯。日本酒ですか？私、日本酒です。京都の風の森っていう日本酒です。うん、ハイボールです。ハイボールです。はい。はい。じゃあ、はい、最初にお便りをですね。うん。お願いします。と思います。東京都小金井市の、夏のさざ波さんからです。おお、素敵なネーミング。はい。先週の多分、話からなんですけど、はい。ご視聴、視聴しています。工藤弁護士に質問です。はい。警備がいるかどうかわからない、SP はいないということでしたが、傍聴する際に、裁判所に入るときに荷物チェックなどはされるんでしょうかということです。はい、さざ波さん、ご質問ありがとうございます。東京地方裁判所、家庭裁判所ですが、荷物検査あります。空港のですね、空港の税関のような荷物チェックを想像していただければと思うんですけれども、X 線通す、あの機械に通します。あ、やっぱり X 線を通すんですね。うん、通します、通します。ただ職員とか弁護士は入り口がちょっと隣にあって違うんですよ。で、自分の身分証明書とか出すと私はノーチェックで入れちゃうのでやったことはないんですけれども、はい、やってますよ。なので、はい、チェックしてから入るので、皆さんそれ危ないものは持ってないっていうことですね。はい、ただこれ。そういう話になったんですよね、そういう。きっとそうでしょうね。こう、いろいろね、危ないこととかもあったりするので、そこで警備厳重にした方がいいっていうことだと思います。うん、ただこれ結構地方はそうでもなかったりするので、東京はそうです、とりあえず。はい、危ないですね。でも地方の方が今結構この間の、ね、いろいろ事件じゃないですけど、そうでした、そうでしたね。逆になんか危なかったりね、気をつけた方がいいかもしれないですね。確かになんか、ね、変に逆恨みされてる場合もあるかもしれないので、ここは確かにセキュリティね、厚くするのはいいことですよ。そうですね。うーん、なるほどです。なので皆さん、はい、東京はとりあえず安心してお越しください。はい、チェックしてされております。はい。はい、と
というところで、じゃあ一曲聴いていただきますね。キロロのベストフレンドです。ではですね、またちょっとお便りを ご紹介したいと思います。東京都世田谷区の小鳥と一緒さんからです。はい、小鳥と一緒さん。質問、ペットの最後をどう選択する？私の小鳥がご飯食べなくなりました。もう数日です。病院に入院も考えたけど、最後まで一緒にいたい。餌を粉にして食べられる分を何とか食べます。水はスポイトであげる。皆さんはどう選択するんでしょうか。病院で手厚いケア。だけどペットは寂しいと思います。病院に行けばもしかしたら持ち直すかもしれないけど、正解はないと思うけど、どんな選択しますかっていうことです。ですね。ペットの最後をどうするか。でもペットに限らずですよね。まあ確かに同じですよね。人も同じですよね。はい。最後どうしたいか。どうなんでしょうね。自分自身が最後を考えると、なんか自然に行っちゃった方がいいのかなと思いますね。まあ、苦しみながらだとちょっときついですけど、変にこう、延命措置とかして、なんかそっちの方が苦しいじゃないですか、いろいろ。だからもう、もう自然な成り行きで、ですね。いいと思います。その病院に入院して何かね、全然劇的に何か変わるとか、何か延命措置があるなりなんなりっていうんであれば、もちろんその方がいいと思うんですけれども、もうそんなに残された時間が変わらないっていうんであれば、できるだけ落ち着く場所へっていうのは思いますよですね。ね。その方が、まあ、人も小鳥ちゃんも、幸せだと思う。なんかまあこの件に関してはですね、いろいろお便りをいただければかなと思いますね。まああのそうですね。ね、かもしれないですけど。確かに。でも本当に延命してでも長生きしたい人、どういう人ってそういう人っているんでしょうかね。どうなんですかね。どうなんですかね。なんか自分自身とかだったら、もう口から食べられなくなった時点でいいなってああ、そうですちゃね。うんですよね。で、なんか私、両親からもよくそれは言われてて、私一人っ子なので特になんですけれども、もうそれ以上の延命措置はいらないからねっていうのは言われてて、で、紙にも書いてくれてるんですよ、親は。最後。そうなんですよ。決断を一人でしなきゃいけないから、その時に、しんどいじゃないですか。でも本人がもう書き残してる意思であったら、決断しやすいからっていうので書いてはくれてて、なんかそれもすごい優しさだなって思いましたね。で、私そうですね、父親が2年前に亡くなってますけれども、その時も最後は、延命措置どうするかっていうお話で、最後この気管支切開するかみたいなお話があったんですね。でもそれもすると外せなくなっちゃうじゃないですか。で、母親がすごいなんか泣きながら電話してきて、どうするって言われて、2人でやんないって言ったんですね。もういい、大丈夫ですって言って。その決断を、まあ、父親がどう思ってたのかもうわからないですけれども、まあ、どう悲なしんいですけどね、でも、いつかは別れが来るっていうことを考えると、なんかこう、変に延命しちゃうと、なんか苦しいじゃないですか。なんかやっぱり自然の成り行きでっていうことで、今日のところは。今日のところはそうですね。自然の成り行きで。いいと思います。なんか、やっぱりなんか終わりがあるから頑張れることとかもあるでしょうしね。そうですね。まだ全然ね。
何も分かってないし、悟ってないんですけど、そうですね。でも自然にですね。ということで、今日の。今日のところは。はい。ぜひなんか皆さんもね、もうね、ご意見聞かせていただけると嬉しいです。ということですね、今日はちょっと率直に、あつこさんにいろいろちょっと質問があります。ありがとうございます。最近よくですね、商標っていう言葉をするんです。そもそも商標って何なんですか、そもそも。ちょっと素人的な、まあ素人なんですけど、素人的な。弁理士の敦子さんに聞きたい。商標、あと特許と違いとかですね。まあ、なるほ普通にしてたらそんなこと考えないんですけど、まあ、積もった方がいいのかとか。ありがとうございます。まあね、仲間さんみたいにお店やってたりとかね、そういうこう、何か自分でビジネスされてる人ってどうしてもこう、商標とか、まあ場合によっては特許ってすごいこう、ビジネスの中でも出てくるお話かなっていうのは思ってて、で、特に商標の方は皆さんこう、馴染んでるんじゃない、実はすごく馴染んでるんじゃないかなって思っていて、商標って皆さんが、商品を買うときに、ここの商品なんだっていう目安にしてるロゴなんですよね。マークなんですよね。もう簡単に言えばルイ・ヴィトンってついてたら、もうあの高級なルイ・ヴィトン社の品質の、そういうすごいバッグなんだねっていうのがこうわかるじゃないですか。で、その目安になってるものが商標なんですよね。で、なんか商標はそのいろんなまあ機能はあるんですけれども、その自他商品識別機能とか一番なんかこう言われるやつが、要はそのマークがついてるっていうことは、この人の商品なんですね、この人のサービスなんですねっていうのが分かってるっていうか、分かる、消費者に分かるっていうことなんですよね。で、そうすると、まあ、一定の品質がキープされてるとか。こういう、こう安心感、消費者への安心感のためにやってるものなので、だから、なんか、類似のね、商標つけちゃいけませんとか、こう、あるじゃないですか。似たようなの出してると、差し止めとかよくあると思うんです。侵害してるとかね、損害賠償だとか言われるのは、消費者が間違っちゃうからなんですよね。じゃあ、その商品なんだって思って買ったのに、実は違ったまがいものだったっていうのは、やっぱりその消費活動に良くないですよねっていうところで、商品はその信用を携帯してるって言い方をするんですけども、そのロゴ自体が云々っていうのは、まあ、もちろんね、そこのデザイン性の綺麗な、もちろんロゴっていうのはあると思うんですけれども、何を守ってるって言ったら、消費者の信用を守ってるんですよね。なるほどね。だからちょっと権利の中でも、特許ともちょっと違うのは、半永久的に永続できる権利。一回通ると、まあ、10年なんですけど、権利期間って。それをずっと延長できるんですよ。で、延長ってやり続けられるので、まあ、半永久的に持てる権利。ね、でもその方が消費者にとっていいですよねっていうのまあ、そが。うですよね。途中で、なんか、すごい有名な寿司屋さんが、いきなり名前変えたら、はって思で、なんかちょっとそことまた似てはいるんですけれども、違うのは特許なので、例えば特許とかって、まあ、発明なんですよね。まあ、昔ダイエットスリッパとかがね、すごいこう、わかります？かかとのとこ切ってあるようなスリッパで、こう、つま先立ちするからダイエットになるっていう、あれ厳密には実用信用だと思うんですけど、そういう、こう発明とか、あとやっぱり薬の世界がすごい特許は重要なところがあって、特許って、まあ、厳密に言うと、出願特許庁に権利のこう出願の書類を出した時から20年っていう決まりがあって、権利の存続期間が、まあ、薬だけはちょっと5年延長できるんですけども、要は終わりがあるんですよ、特許は。で、権利を持ってる間は独占できるんですよね。でも、権利の、それが終わるとみんなのものになるっていうのが特許の考え方で、要はその、
特許を出して自分が独占するんですけれども、その後はその技術をみんなのために使いましょうねっていう発想をしているのが特許なんですよ。だからよく聞くジェネリック商品、薬のジェネリックって言われてるのは、あれは特許が切れた薬で、もう特許期間が終わったんだから、その技術はみんなのため。無料でどうぞっていう。ただその技術を、公表することによって、産業が発展するっていうのが特許の考え方なので、技術は公開します。でも、その代わり一定の期間の独占権を与えます。ただ、その後はみんなのために使ってねっていうのが特許なんです。なので、ちょっと、両方とも知的財産ですけれども、特許も商標も、ちょっとそういう観点が違うかな、みたいな。お話があるところなんです。なんか、わかります？いや、まあ、すごい、あっていうところ、そうなんですよ。あと今せっかくお酒飲んでるっていうのもあって、ちょっと皆さんはどう思いますかっていう有名な最高裁判例があるので、そのお話ししようかなって思ったんですけど、昔、立花、漢字の立花ってあるじゃないですか、木偏に。あれに政宗って書いた商標がありました。もうその商標が登録されてます。それに対して立花焼酎っていうのが出されたんです。これ似てると思います？似てないと思います。立花っていう焼酎があって、で、そう立で花す、そうです。焼酎を出した。そうです、そうです。立花焼酎、立花政宗。これが似てるか似てないかっていうので、最高裁まで争われたんですよ。それ政宗はもう焼酎なんですか？政宗は、菊政宗とかあるじゃないですか。だから日本酒なんですよね。政宗っていうこと自体は、清酒の方のイメージを持つ言葉なので、要は日本酒と焼酎っていうので違うっていうのはあるけど、でもまあ、ついてる立花っていうのが一緒だった場合、それはでも、ありなんじゃないかなと思います。どっちありっていうのは。ありっていうのは、政宗も別にそこに引っかからないんじゃないかなと思いあ、どっちも権利にとっます。ていいっていうことですかね。ああ、なるほどです、なるほどです。なんかこれぜひリスナーの方も今、どっちかなっていうふうに考えてほしいんですけれども、これ一番最初、いわゆる地方裁判所のところの、一番目の判断としては、これは似てるだったんです。取れませんよだったんです。で、次に、特許については次にちょっと高等裁判所に行くっていうのが、次高等裁判所にね、審判になっていくっていうのがあって、高等裁判所の判断になるんですけれども、そこでは、に、えーと、そ、と、似てないになったんです。で、お酒と焼酎だから違うものでしょっていうので、似てないになったんです。で、最後最高裁に行った時には、似てるが最終って判断です。そうなんですね。じゃあもうそうすると政宗はできないという。確かに、政宗があるんですよね。だから、立花焼酎が取れないのかな。立花焼酎。宣願主義なので、先にどっちが出願してるかの問題で。立花焼酎は実際真似したんですか？でも、真似しちゃうとね、ダメなのでね、侵害になっちゃうんでね。じゃあ分かっててやったのか。いや、そこまではどうなんですかね、意図してたのか、でも、乗っかろうまで思ってたのかな。いや、そこまでは、なんかそこに、なんか分かっててやってたらちょっと良くないなと思っよて。くないですだからね。まあ知らずに別に立花だしいいやって思ってやったんだったら、まあそれはいいんじゃないかなと思いますけどね。そうですどうね。いうか日本酒だし、分確野かに。これだし。まあね、でも、その主観で利用してやろうっていう主観があったかどうかっていうのは、いろいろ侵害とかそっちの判断ではあるとしても、そうだな。やっぱりでもね、客観的なことでしか判断ができないんですよね。なるね。やっぱ消費者にとって間違えるか間違えないかが重要なので、関連性があるって消費者が思ったらダメなんですよね。っていうのが、こう、判断軸っていう。
ところなんですよね。本人がうんぬんっていうよりは。それはでもその政宗側が訴えたからそういうふうに裁判に訴えた。違います、違いまなったす。単瞬に間その、に、あ、それ違うよねってなるんですか？そうそうそう、単に焼酎側が権利取れないから、ああ。不服だっていうのでずっと出してたっていうだけ。特許庁の判断が気に入らないっていう。特許とか商標ってなるかならないか特許庁が決めるんですよね。まあ第一段階として。なのでその特許庁の判断が、おかしいってなっていくと裁判所の方にこう移行していく感じなんです。なるほどね。別に侵害っていうんじゃなくて、権利を取れるか取れないかのお話だったっていうことだと。いい話でした。本当ですか？ちょっと酔っはい。払いながら言ってるから大丈夫か全然全然。な。まあでも概要は合ってるはずです。あ、でも人が決めることなんで難しいですよね、そういう、その辺は。難しいですよね。基準をいくらこう決めてたとしても、やっぱりそこをかいくぐってやるしわけじゃないですか、世の中には。そうなんであのす手よ。この手でやってくるし、なんか難しいですね。タピオカ屋さんが流行ったらみんなタピオカ屋さんやるし。ですよね。もうパクリ合いですよね。そうですね。そう、でも、そう、気をつけていただきたいのは、商標も、まあ、特許は当然なんですけれども、先願主義って言って、先に出したもん勝ちなんですよ。特許庁にね、書類を出した方が勝ちなんですよ。先に出した方。先に使ってたじゃなくて、先に出した方なんです。だから、よく中国とかが日本のね、有名なところを取っちゃったりするじゃないですか、商標で。ああいうのは、こう、本当は世に知られる前に自分でもうちゃんと出願しておくっていうのが大事なんですよね。じゃないと取られちゃってからそれ無効だってやるのすごい大変なので、そなるこをほどね。お気をつけようって思います。そんな感じです。今日なんか私がめっちゃ喋ってます。いやいや、すごい、もう、素晴らしい話でした、今日は。いえ、ありがとうございます。じゃあ、最後に手相コーナーを。手相コーナーね。手相コーナー、今日なんか何にしようかなって思ってたんですけども、考えてたのが、まあ、ちょっとなんか今日はもう夏休みだし、お酒飲みましょうっていうのもあって、こう、手で見るあなたの肝臓大丈夫っていうのにしようかなと思って。手相じゃなくてって、手で相。そうじゃない。でそうじゃない。あれで見てもらって、まあよくほら肝臓悪いと黄色くなるとか言うじゃないですか。まあそれはもうやばい人なので、そうじゃなくって、ちょっと危険信号ぐらいだと、手の赤みのところが、周りだけ赤くなるとやばいそうです。その指の付け根のとこだけ赤いとか。全体じゃなくって。まあ大丈夫ですね、今のところ。それは良かった、良かった。っていうのが、ちょっとね、肝臓の機能が低下すると、エストロゲンが増加するんですって。そうすると、ここが出てくるんですって。周りが赤くなる。エストロゲンって女性ホルモンですよあ、ね。そうです。女性ホルモンです。なんか逆にエストロゲンって減ってくると髪自体に影響がある。まあ、これちょっとこの話やるとちょっと長引くんであれですけど。もうぜひぜひ、増えるっていうだのがけ。ちょっと驚きですよ、逆に。あ、本当ですか？らしいですよ。そうそう。ね、私もなんか、じゃあいいじゃんって思っちゃいましたけどね。エストロゲンすごい髪に大事なんですけどね。あ、なんかね、異常に、代謝異常みたいになるらしいですよ。あんまよく、そうですね。確かに髪の毛って女髪性とホルか、モンそうでそう、すよね。すごい大事なんですよ、エストロゲンって。白髪とかも、そうそう。あと、更年期障害とか、で、まあ、女性のいろいろ、もうなんか増えるってあんまり、普通減っていくんで、35を超えてくると。そっか。だからね、妊娠した女性もそうなるんですって、なるほ赤くど。なるって。そうなんですね。そういうことでした。あ、じゃあ、そろそろ今日もお時間となりました。今日は本当お酒飲みながらでしたけど。皆様、いかがでしたでしょうか。
はい、この番組は毎週日曜夜8時から放送しておりますので、またぜひ来週もお付き合いいただけると嬉しいです。はい、嬉しいです。はい。じゃあ今日もありがとうございはい、ましありがとうごた。ざいました。はい、おやすみなさい。